どうも、めちゃめちゃメスです。はい、ということでね、大会ね、3日目が終わったということでね、もうこのね、3日間でね、ちょっとね、まあ、気づいたことというかね、まあ、この3日間見て、まあ、この3日目をね、見てね、ちょっと思ったこととか、どういうチームがね、強いのかとかね、そういう話をね、ちょっとね、していこうかなということで、まずはね、もうやっぱり夏ね、波乱を起こしましたよね。新潟三大附属、ね、これがね、なんでね、強いのかっていうのがね、やっぱりちょっとね、不思議に思うんで、やっぱ花咲ね、トカルに対して、やっぱりね、勝ち切った、そんなチームの、実績とかをね、ちょっとね、調べたんですけど、ね、去年の春か、なんてもう、今春3回戦でノーシードから上がってきてますし、で、去年の秋なんか1回戦で負けてるんですよね。で、そんなチームがね、ここまでね、来れたっていうのは、なんかね、もうほんまに、ねえ、それこそ今、夏負けて、新チームね、からね、もうスタートしてるね、甲子園出れてないチームとかはね、ほんまにね、この新潟三大附属のね、野球をね、見習った方がね、いいのかなと、思ってます。で、これの、なんでね、強くなったのかとかね、強かったのか、とかね、そういうの話をすると、今年ね、まあ、徳原をね、今日倒したじゃないですか。ほんでね、それ以外にもね、日本文理とか、ね、帝京長岡とかね、強いチームを倒してるんですけど、あのね、全部ね、ロースコアでね、勝ってきてるんですよ。だからそんなにね、打力がね、めちゃくちゃね、あるわけではないんですけど、やっぱりここ一番の時はね、やっぱね、集中力と、あとはね、その、無駄なね、ボール球をね、振らないのがね、やっぱり今年はね、強いチームなのかなと。この新潟三大附属が、やっぱ花咲徳栄に対して、やっぱり、ね、勝ったことによって、やっぱり、ね、波乱を起こすチームって、ね、どんなやねんってなると、やっぱり僕はね、エラーをね、だから守備が硬いチームと、ボーンヘッドね、いらんことをしないチームと、ね、あとね、ボール球をね、振らないチーム、だからこのね、3つがね、備わってるチームはね、言うたら強いなと。だからこれが逆に、それをね、できてないチームは、やっぱり勝てる試合でもね、落としてるなっていうのがね、僕の中の印象で、だからやっぱりね、今日の、小物高校と、南洋工業の試合とかも、やっぱりその無駄なね、アウト、そのいらんこと、ボーンヘッドな、走塁とかをして、やっぱりね、負けてたんで、だからその実力で言ったらですけど、それこそね、南洋工業の選手たちって、この新潟三大附属よりかね、だいぶね、実力で言ったら上やと思うんですよ。でもね、その、小物とかよりかも上なね、花咲徳栄をやっぱ新潟三大附属が倒してるわけじゃないですか。ほんで、なんでやねんってなると、やっぱりね、そういうね、細かいというかね、当たり前のことをね、当たり前にできてるチームって、やっぱり組織としてね、やっぱ強いんやなっていうのを、やっぱ今日ね、見てね、改めてね、気づかされましたね。で、やっぱりそのね、今回のね、踏まえたら、試合とかをね、こういろいろね、見とっても、やっぱりいろいろね、なんかね、いろんなチームが、やっぱりそれこそ金足の応用とかも、やっぱりね、強いんですけど、やっぱりそのボーンヘッドな、やっぱりなんかね、それこそ無駄な走塁とかをね、よくね、見られてましたし、やっぱりその変化球への、対応っていうのが、やっぱり9回までできてなかったんで、なんかボール球を振らされる。だからこれボール球を振らなくて、守備がしっかり、守備はまあ難しいからね、仕方ないにしても、とりあえずボール球を振らないと、ボーンヘッドね、無駄な走塁とか、いらんことをしない、あたふたしないっていうのさえね、もう難しいことですけど、やっぱできとけば、やっぱりね、試合に勝てるんやなと。だから逆にこれができないチームっていうのは、やっぱりね、ほんまに、英明高校もそうですし、普段はね、もっとね、できてるチームやったのに、やっぱ英明高校ね、この甲子園に出てきたら、ね、智弁、じゃあ、英明高校は、友情区と智弁やから、英明高校はどこでしたっけね。まあ、それなりのね、チーム、県大高崎か、に対してね、やっぱり、そういう無駄なことをして、やっぱりね、点数を取られてっていうのが、多かったんで、だからやっぱりね、この3日間振り返っても、やっぱりそのね、ボーンヘッド、まあ言ったら、無駄なこと、ね、やっぱ相手を助けるような、行為をしてしまったチームっていうのは、やっぱりおのずとね、やっぱり負けてるんで、だからこそやっぱりこの野球って難しいですし、でもね、そのね、花咲徳栄とかはね、やっぱミスなくてやっぱ負けてますから、
やっぱりその、ね、ミスがなくてやっぱりこう負けてしまう場合もあるんですけど、でも大半はねやっぱりねそういうねミス、をしてやっぱりねそこにね、こう行かれてるというか、隙を作ったところにやっぱりこう相手がね、ババーってね、こう攻めてくるんで、だからやっぱり流れをね渡すようなねプレーとかをが多いチームはやっぱりね負けますし、やっぱり逆に言えばねそれがなかったらやっぱりそのどん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 打たれてってね負けるみたいな、ね、パターンってやっぱり甲子園に出てきてるんで、それなりにねお互いね強いチームですからあんまりないと思うんですよ。でもやっぱりねそういうプレーが起きるってことは、あのなんていうんですかね、あのそういうプレーで負けるっていうのがやっぱりこの甲子園なんで、だからいくらね強いチームとかでもやっぱりそういうね、それこそボール球ね半先とかあるとか、みたいに、ね、ちょっとボール球をね多くね、振らされたりしてるとやっぱり、ね、いくらね強いチームね名前のあるチームでもやっぱり負けてしまうっていうのが、この甲子園の怖さなんで、なんかね今年に関してはやっぱりどのチームもねそんなにね実力差がないんやなっていうのをなんか僕は見とってちょっと思ったんでね、それこそなんでしょうね、九州の、佐賀県のチームとかそんなチームってやっぱり弱いイメージとかをね結構持たれがちなんですけど、やっぱり実際甲子園に出るとやっぱそこまでね、差がねなかったりするんで、だからやっぱりもうねどこの高校野球もやっぱり提案罰バットに変わってやっぱ実力がねトントンになってきたんで、じゃあそのねトントンになってきた中で、まあ、やっぱりみんなね、県では優勝してきてるチームですからある程度野球はできるじゃないですか。でその中でじゃあ負けるチームってどんなやねんってなると、やっぱりボーンヘッド、いらんことする、ボール球振らされる、無駄な走塁をする、ね、これがね、やっぱこれをしてるチームっていうのはやっぱりこの甲子園とかやっぱ大舞台ではやっぱり流れを、ね、引き渡すと思うんで、だからほんまにそれこそ、ね、逆に言えば流れをね、掴むのがね上手いチームとかもあるんで、まだこの何日間ではね、まあ、京都国際とかそうかな、やっぱり流れをね、やっぱ相手に行きそうになった、次の、ね、イニングとかね、わざと、すぐね、早打ちせずに、ちょっとね、球を見たりね、そういうね、慎重な、ねことができるんで、だからやっぱそういうのができるチームっていうのは、かなり、ね強いと思うんで、だからやっぱりそういうことをしていけば、やっぱりチームってね、どんどんね、強くなると思うんで、なんかおのずとね、頑張ってほしいなと思いましたということでね、まあ、皆さんの、ね、意見とかね、あればね、ぜひね、コメントよろしくお願いしますということでね、ほんまに何でしょう、無駄なね、ことをしないっていうのがね、やっぱり野球ではね、一番ね、大事なんで、だからやっぱりそういうことをしてると、ほんまに勝てないんで、だからほんまに、ね、今日の新潟三大附属はね、お見事っていうのと、まあ、いろんなね、チームに言えるのは、いらんことさえしたらね、いらんことさえしなければね、勝てると思うんでね、いらんことをしないように。ボーンヘッドしないようにということで、皆さんの意見はぜひコメント欄に。それではお疲れ。